どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ夏休みということでキッズたちにもどんどん歌ってほしい。あとはこれ童謡を今日やろうと思うんですけど、まあ懐かしいっていう意味でもそうですし、今日やろうと思ってる曲はですね、結構歌詞もね素晴らしいなって今聞くと思います。この曲です。手のひらを太陽に。こちらの曲をガズレレ流簡単バージョンで、シンプル簡単バージョンはなんとコード3つ、ガズレレオリジナルアレンジで超絶簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは本当に、今日始めたばっかのキッズでもできるんじゃないかなと思うんですけど、ガズレレオリジナルアレンジと3コード C と F と G7 だけで、やるシンプル簡単バージョンをやって、後半はちょっといろんなコードとやっぱリズムを8ビートで軽やかに、かっこいいバージョンと、簡単バージョン、かっこいいバージョン、2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレで音楽始めませんか。歌うとか CD 聴くとかそういうのも楽しいんですけど、楽器と一緒に弾くってだけでも本当にこれ楽しいんです。ぜひ皆さんにも体験していただきたいです。楽器が苦手だなとか、私音楽の授業全然ダメだったという皆さんにこそウクレレはありますよ。弦4つで簡単だ、押さえるの簡単だし、簡単なんだけれども奥も深いですよすごく。であとねちっちゃいからどこへでも持っていけるんですよね。自分の部屋でも、どっか公園に行く時でも、旅行でも、ちょっとこうバッグに忍ばせて、それがいいところでございます。で、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん楽しく音楽ができるようになります。音楽はね、聞くのもいいけど、やる方がね、もっと最高ですから、ぜひ始めてください。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、すぐにできるようになります。特に今日の曲みたいな曲、もうコード3つなんでね。もうすぐできるんです。やってみてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンさん、ここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには、私が今まで取りためたありとあらゆる音楽が、超絶ウクレレ簡単レッスン動画として、700曲以上ももうアップロードされております。今日みたいな童謡とかキッズと歌える曲、あとは最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロから演歌から洋楽、ハワイアンソングもちろんありますよ。映画の音楽とかアニメソングとか、もうありとあらゆる音楽を簡単にしてます。さっきのリンクの先の方に行くと、検索で曲探せたり、ジャンルボックスから、曲を選べたりって、自分のお気に入りの曲をどんどんウクレレで弾いちゃいましょう。さあ、それでは行きましょうか。手のひらを太陽に。まずはガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。テンテテンテンテンテテンテンテンテテン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 。僕らはみんな生きている。生きているから歌うんだ。僕らはみんな手のひらを太陽に透かしてみれば真っ赤に流れる僕の血潮水だってオペラだってアメンボだってみんな生きているんだ友達なんだ手のひらを太陽に透かしてみれば真っ赤に流れる僕の血潮水だってアメンボだってみんな生きているんだ友達なんだせーの手のひらを太陽にガズレレ流シンプル簡単バージョンコード3つ初心者入門コード3つ C と F と G7 だけでやってみました。いかがだったでしょうか。これだったらですね、できますよ。
ちょっと頑張ったらすぐできる。今やったのはちょっとショートカットバージョンで、1番全部やって、もう一回サビのところ、サビっていうかね、手のひらを太陽にで繰り返したところから、もう一回やって、ショートカットバージョンで お送りしました。後半のかっこいいバージョンは、1番と2番フルでやりますので、ちょっと構成変わります。今のはまず練習用のね、シンプル簡単ショートカットバージョンということで、やってみました。テロップと一緒にできるようになったら、今度は自分でノートに書いていってくださいね。それを見ながらやるのがいいです。で、まず、じゃあちょっとこれ、私のノートを見ていただきましょう。これイントロね。てんててん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 ってこういう感じです。で、ここからまあ、1番が始まるということですね。はい。なんで、まあテロップと一緒に示し合わせながらね、これ書いてもらいたいんですけど、まあ、こんな感じでノートに書くといいですよってことで、ワンブロック4回弾くわけですからね。はい。で、ここからここまで、あ、じゃあちょっと一時停止で。いいですか？はい、じゃあ次。ここね。で、この下にぐるっと書いてあるじゃないですか。この下に書いてあるコードは後半やるかっこいいバージョンでやるコードなんで、後半のかっこいいバージョンは結構ちょこちょこコードが全然違うコードになってきますから、まあそれもちょっとご注目ください。はい、下の方に書いてある。で、今はね、やったシンプル簡単バージョンはここずーっとここまでやって、またこの星に戻ってここまで終わったってことなんですけど、後半やるかっこいいバージョンはコード進行は全く一緒で歌詞が全く変わる2番をここに書いたということなんですけど、これちょっとスペースなくなっちゃったんで、このワンブロックの大きさがちっちゃくなってますけど、まあ2番は歌詞が違うだけですからね。コード進行は1番と同じなんで、自分で書くときはこっちのコード進行を書いて、また歌詞を書いていってくださいということでございます。で、コードなんですけど、3つですよ。コードは3つでできちゃいました。はい。C と F と G7。この3つはもうほんとウクレレ始めたその日に習う超入門コード。ちょっとさらっとやりましょうか。C っていうのはこの一番下の弦の3番目。薬指で押さえるのがいいです。はい。これが C。F は、こことここ、こんな感じで2個押さえるんですけど、指立ててください。こうやって寝てると他の音にこう、プツプツなっちゃうから指立てる。これが F ですね。で、G7 は、こことこことこことここのこの三角形。で、これはね、こういう角度つけるといいんですよ。この C と F と G7 でやりました。これはですね、キッズのみんな、お父さんお母さんウクレレこれから始める方、この3つを覚えて、この曲ワイワイやりましょう。夏休みですからね、ぜひ始めてください。ではですね、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきますけど、かっこいいバージョンはね、ちょっとコードが多いんですけど、1個ずつ見ていったらもう超簡単なんですよ。じゃあちょっと見てみましょう。まずはこの Am っていうコード、これ1個でしょ？ C7 もこれ1個だけでしょ？ Dm っていうコードは F に1個足すだけなんですよ。よく見るとね。A7 も指1本。で、E7 っていうのは、この G7 のこれがずれただけとか、D7 っていうのも Am2 個で、これね、こうやって見るとコードこんなにいっぱいあるのかと思うかもしれないですけど、このコードがもう嘘のようにスッと覚えられる必殺の動画があるんですよ。はい。これ、まずね、この辺のコードのこと、はい。これ、ガズレレ必須コードといってガズレレで名付けております。コードっていうのはね、本当はね、星の数ほどあってね、全部覚えようと思っても、なかなかうまいこといけない。まあ、それの必要もないってこともあるんですけど、じゃあどうしようかってなった時に、ウクレレで音楽やろうと思った皆さんにとっては、ウクレレとめちゃくちゃ、仲がいいコードをまず覚えるのが一番いいです。ウクレレとものすごく仲良しで、便利で、よく使われるコードが、このガズレレ必須コードという8個9個の10個ぐらいのグループなんですけど、1個ずつ見たら超簡単なんですけどね、いっぺんに覚えるときに、ちょっとね、あれなんだっけってなりやすいんで、以前この私がめちゃわかりやすく解説してる動画をここに貼っておきます。ガズレレ必須コードはここでマスターしてください。覚えやすいです。頭にスッと入って、コードを覚えていきましょう。はい。そっちも楽しみながらやってくださいね。じゃあ、かっこいいバージョンではですね、じゃあ、次はリズムの話です。リズムはですね、8ビートのチャというリズムを使ってやろうと思います。こんな感じ。僕らはみんな生きている。こんな感じ。じゃん、カッチャス、チャッカッチャン、ダッチャス、チャン。このリズムでいきたいと思います。この8ビートのチャというリズムの弾き方は、ここのリンク行ってください。ここのリンクは、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの、ガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を見ながら、この弾き方、リズムバッチリ決める弾き方を習ってほしいんですけれども、まずですね、その前に8ビートというリズムがあるんですよ。チャが入らないやつ。このリズムができるようになってからやってください。これができた上に、この、チャが足されるということで。はい。この階段を登るようにリズムをマスターしていきましょう。さっきのシンプル簡単バージョンはここ見てもらうと分かるんですけど、F だったところが Dm になったりとか、いろいろこのコードの変化があるんで、そこもまあお見逃しなくということと、あとね、ちょっとここ見てください。ここ、みんな生きているんだっていうところの、ここのとこ見ると、タン、
タンって書いてあるんですよね。この F は Dm にかっこいいバージョンで置き換えて、タンタンって、これ要はちょっと止める感じです。ちょっとここやってみようか。だって、オッケー、だって、アメンボだって、みんなみんな生きている。こんな感じ。ドロロン、ドロン、ドロン。はい。ちょっとこう止める。もう一回やってみようかな。ミミズだって、ケラだって、アメンボだ。次ですよ。ここです、ここ。みんなみんな生きているんだ、友達が。今みたいに、ドロロッ。ドロロってちょっと止める。ターン、ターンというイメージで。ここら辺決めとしてちょっとやってみましょう。これ、で、さっきも言ったんですけど、今のシンプル簡単バージョンとはちょっとアレンジが違います。今度は1番やって、2番やって終わりにしようと思います。で、その辺の違いもちょっと見てください。コードがちょっと違うだけでね、結構ね、あーって忙しくなったりするんで、はい、落ち着いてやりましょう。あとは、一番忘れてほしくないのは歌詞の内容とか、この感情表現ですからね、歌は。できたできないというところばっかりに音楽が向いてしまうと、中身のないね、音楽になっちゃいます。で、歌詞の意味をこう感じ取りながら、ね、みんな友達なんだ。このメッセージを発信していきましょう。さあ、それでやってみましょう。手のひらを太陽に。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。太陽にガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あ、素晴らしいですね。このなんか歌詞がいい。やっぱりね、生きているから素晴らしいです。ありがとう。これ感謝の気持ちとこれ歌うのがね、いいと思います。やっぱ音楽は感情表現。やっぱね、こういう歌はね、もうストレートで痺れます。はい、皆さんも大きい声であらゆる世代で歌いましょう。ウクレレ楽しいなと思った方、どんどん周りの人に教えてあげてください。教えるときにこの3つのコードで歌える曲ってすごくいいと思いますんで、どんどんご活用してください。で、ガズレレ YouTube チャンネル、このチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。で、ガズレレなんですけど、いろんなことやってるんですよ。全国飛び回ってのイベント、あとはこのウクレレ、あとは本いろいろ出してたりとか、その最新情報をこの後動画でちょっと貼り付けておきますんで、お時間ある方ぜひご覧になってください。もう情報もりもりです。はい、今日は見てくれてどうもありがとうございました。楽しく音楽やりましょう。それではご案内どうぞ。まずはこのホームページご覧になってください。ガズレレ .com、 ここを見ていただくといろんな情報がボコボコ出てきます。はい、ここリンク貼っておきますね。ガズレレ .com です。よろしくお願いします。はい、でイベント最新情報ですけど、ドン、こちらからです。まず8月4日、イオンモール、山梨県のイオンモール高級昭和、こちらの中のイオンホールというところで島村楽器さんの主催でやります。ウクレレ持ってきてください。ガズさんのコンサートではなく、みんなと一緒に作り上げるコンサートですからね。お一人様でも大歓迎、もちろんお仲間同士でも大歓迎。これ夏休み中ですからね、ドライブがてらに来るとか、そういうのもいいと思いますよ。山梨の綺麗な空気でクラーって弾く、これはいいと思います。皆さん待ってますよ。あとそれに続いてイベント日本全国駆け巡ります。どうぞ、これ見て、これ。その次はもう東北行きますよ。
山形と宮城と山形行って、で九州も行きますからね。東京も11月11日ガズレレの日やります。まあどんどんまだまだ増える予定です。全国駆け巡ります。皆さん一緒にワイワイやりましょう。あとこのウクレレなんですけど、これクラウドファンディング終了したんですけど、これもねもうちょっと待ってください。今年の末か来年頭ぐらいには通常販売に向けて動けると思います。お待ちください。これめちゃくちゃいいウクレレですから。あと本をいろいろ出してます。いろいろ出してるんですけど、その中でも今一番ヒットしてて真新しいのはこれ、リットミュージックから出てる100曲入りのソングブック、この一冊あったんです。もうほんと楽しめますから、ぜひ皆さんこれでワイワイやってください。さあ音楽って聴くよりやる方がいいね。皆さんどんどんこの楽しさをシェアして、自分でも楽しんで楽しい音楽人生にしていきましょう。ありがとうございます。さよなら、バイバイ。